アメリカのロシアと中国は、COVID-19 を使用して影響力を高めています。マーク・エスパー、米国国防長官は、ヨーロッパで利益を得て影響力を強めるために、COVID-19 が流行したため、ロシアと中国が緊急事態を悪用したとして、非難しました。彼は、業界と重要なインフラに投資する方法として、パンデミックを使用しようとするでしょう。それは、長期的に安全に影響を与えますと彼が尋ねられた時、エスパー大臣は、ラスタンパに行った中国とロシアは、イタリアでの影響力を高めるために、COVID-19 パンデミック医療援助を利用しています。エスパー氏は、潜在的なライバルは、NATO とヨーロッパで利益を獲得し、部門を作り出そうとしている。ファーウェイと 5G テクノロジーは、この中国の危険な活動の良い例だと語った。中国とロシアの両方が援助を提供し、医師、医療機器、マスクをイタリアに送ったが、ヨーロッパでの COVID-19 のために最も大きな打撃を受けた。米国政府は長い間、世界最大の通信機器メーカーであるファーウェイをボイコットすることを国に求め、同社が 5G 携帯電話ネットワークプロジェクトに参加することを許可し、公開会社の機器の使用を回避するよう求めてきました。別の中国企業はトスタです。中国のサプライヤーへの依存は重要なシステムを混乱、操作、及び監視に対して脆弱にする可能性があります。これは情報を伝達及び共有する能力を危険にさらすでしょう、エスパーは言った。さらに、軍事力を含むロシアの医療援助は、西側メディアの焦点となり、イタリアが欧州連合、EU からの限定的な支援を受けることを示唆しています。しかしロイター通信によれば、EU と NATO の外交官は、これをロシアの地政学的な動きと呼んでいる。現在、ロシアと中国は、エスパー大臣のコメントに応じていません。このコメントは、米国のドナルド・トランプ大統領が政府に情報を隠し、COVID-19 パンデミックが世界中に広まった原因となった遅延を処理したことを非難する圧力が続いていることの真ん中に行われました。米国務長官のマイク・ポンペオは5月3日、湖北省武漢市の研究所で COVID-19 疾患を引き起こすコロナウイルス、SARS-CoV-2 の新株が発生したという途方もない証拠があると述べました。中国語。現在、US インテリジェンスコミュニティは、SARS-CoV-2 が事故で武漢研究所から誤って脱出した方向に情報を収集及び分析し続けています。しかし、中国政府は常にこの仮説を否定しています。ロイター通信によると、英国国防長官のベン・ウォレス氏は水曜日、パンデミックが通過した後、中国が COVID-19 について世界と共有した情報についての多くの質問に答えなければならないと述べた。パパイヤが COVID-19 に陽性反応を示したとは信じがたい。タンザニアのジョン・マグフリ大統領は国内で使用されている COVID-19 テストキットにはSARS-CoV-2 ウイルス陽性のヤギとパパイヤのサンプルをテストした後、技術的なエラーがあったと語った。スカイニュースによると、タンザニアのジョン・マグフリ大統領は4、5に、この国で使用されている COVID-19 テストキットは、ヤギとパパイヤのサンプルをテストして肯定的な結果が出た後に、技術的エラーがあったと述べています。コロナウイルス。ジョン・マグフリ氏は、テストキットは海外から輸入されたものであるが、それ以上の詳細は明らかにしていないと述べ、ジョン・マグフリ大統領は治安部隊にキットの品質を確認するように求めた。彼らはパパイヤ、ヤギ、羊からのサンプルを含む人間以外のいくつかのサンプルをランダムに採取しましたが、人間の名前と年齢でラベル付けされていました。その後、サンプルはタンザニアの研究所に送られ、コロナウイルスの検査が行われましたが、研究所の技術者はその起源を知りませんでした。ヤギは COVID-19 に陽性でした。ここで何かが起こったとマグフリ氏は言い、事件を調査すると述べた。不正確なテストキットは、タンザニアにウイルスを保有していないにもかかわらず COVID-19
COVID-19 の検査で陽性となった人々がいるという懸念を引き起こします。5月3日の時点でタンザニアはCOVID-10 の480例を記録し、17例が死亡した。中国は敵意の世界的な波を警告している中国の内部レポートは COVID-19 の発生後、同国は敵意の高まりに直面していると警告している。この報告書は今月初めに中国の主要情報機関である中国国家安全保障省から習近平国家主席を含む北京の指導者に提出された。北京は1989年の天安門事件以来、米国主導の世界的な抗議の波に最も高いレベルで直面しており、2つの世界大国が武装したロイターに直面する最悪の場合に備える必要があります。開示レポートに詳しい情報源を引用。レポートは中国現代国際関係研究所、シスアによって作成されました。中国の国際調査機関で最も古く、最も影響力のある民間研究所の一つであり、国家安全保障省と提携しています。中国の外務省スポークスパーソンは、国家安全保障省が発言しなかったが、報告書に関連する情報はないと述べた。安全と外交について政府に助言するシスアは、情報についてコメントすることを断った。現在、報告書が国家指導者の見解と中国の政策への影響の程度を反映しているかどうかを評価することは不可能です。しかし、報告書の発表は北京が世界の否定的な反応に真剣であることを示しており、外国投資戦略と安全保障の立場を脅かす可能性があります。米中関係は過去数十年で最悪と言われており、ワシントンの貿易と技術の非難から香港と台湾の問題まで深い懐疑と矛盾を抱えている。南シナ海。米国大統領ドナルド・トランプ氏は COVID-19 が中国に対する批判を強めただけでなく、新しい関税を脅かしたため、より難しい再選挙キャンペーンに直面した後、彼の政権はまた、パンデミックの発生に起因する北京に対する措置を取ることを検討しており、報告書は米国が中国の台頭を経済的及び国家安全保障上の脅威であり、西側の民主主義への挑戦。レポートはまた、ワシントンが国民の信頼を損なうことによって北京政府を追放するつもりであると述べました。国務省のスポークスパーソン、モルガン・ウォルタグス氏は、COVID-19 の深刻さを最初に知ったのは中国であるため、中国には国民と世界に情報を提供する特別な責任があったと語った。しかし、北京は科学者、ジャーナリスト、市民を沈黙させ、この健康危機のリスクを悪化させる誤った情報を広めようとしているだけだとウォルタグスは述べた。米国国家安全保障理事会の報道官はこれについてコメントを避けた。レポートはまた COVID-19 によって引き起こされた反中国の傾向が中国のベルトと道路インフラ投資プロジェクトを妨げる可能性があると述べました。したがってワシントンは地域の同盟国に対する財政的及び軍事的支援を増大させ、アジアの安全をより不確実にする可能性があります。30年前、天安門広場事件の後、米国及び多くの西側政府は、武器の販売及び技術移転の禁止、または制限を含む中国への制裁を科しました。天安門事件は1989年6月4日に中国軍が動員され、学生による民主化反対運動を終わらせた。現在、中国ははるかに強力です。奈良は中国の軍事戦略を改革し、現代の戦争で勝利することを望んでいる戦闘力を生み出しました。彼はまた、アジアにおける70年以上にわたる米軍の優位性の課題において、中国の空軍及び海軍を強化しました。多くの人は、この報告書を一部の諜報機関のコミュニティが、米国経済の危険性を強調する1946年のソビエトワシントンニコライ・ノビコフ大使による電報である、ノビコフ電報の中国版とみなしていると考えています。第二次世界大戦後の軍事的野心。
ノビコフテレグラムは、モスクワの米国外交官、ジョージ・ケナンによるロングテレグラムに対応しており、ソビエト連邦は西側との平和的な共存の可能性を認識していなかったため、封じ込め政策は長期的な戦略として有効であると述べています。ほとんど、2本のケーブルは冷戦に至る最も重要な文書の一つと考えられていました。中国は武漢市で最初に発見されたムカウフに関する元の情報をブロックし、ウイルスのリスクを低下させたとして非難されています。北京は主張を繰り返し否定している。中国は COVID-19 が国内に広がるのを防ぐことを目指しており、世界的大流行との戦いにおいて、その主導的役割を主張しようとしています。北京は絶えず、サポートの宣伝、医薬品の販売、米国と他の国々のための専門知識の共有を促進しています。しかし、世界第二の経済は批評家からの反発の増大に直面しており、中国にパンデミックの責任を負うよう求めています。トランプ氏は中国の偏見の申し立てに関する世界保健機関、WHOへの資金提供を打ち切り、オーストラリア政府は、ムカウフの起源と蔓延の調査を求めた。先月、フランスは中国大使を召喚し、中国大使館のウェブサイトに投稿した西側の COVID-19 の扱いを批判する投稿に抗議した。フランスのエマニュエル・マクロン大統領も中国では灰色の地域に懐疑的であり、世界にはまだ多くのことが知られていません。COVID-19 は2019年12月に中国の武漢から出発した後、210を超える国と地域で登場しました。世界的には360万人以上が感染しており、25万人以上が死亡し、120万人近くが回復しています。トランプ・プーチン大統領とは異なり、COVID-19 のクレジットを受け取りました。ロシアでは、毎日の感染が増え続けており、プーチン大統領の信頼は低下しているが、米国大統領は非常に信頼されている。最近の世論調査では、抗流行対策の有効性について、ロシア人の間で分裂が見られます。COVID-19 による集団発生への対応は、ウラジミール・プーチン大統領の信頼性に重機を置き始めました。プーチン大統領の支持レベルは、安定しているが、彼の信頼性は、ある時点で低下している。3月のロシアの社会及び、非政府研究機関であるリバダセンターの調査結果によると、回答者の 46% がプーチンを2024年までにターゲットにしたいと考えており、昨年の 54% から減少しました。一方、世界ナンバー1の COVID-19 の流行状況にもかかわらず、トランプ氏は信頼性を高めました。ギャラップの世論調査によると、現在の米国大統領の信頼度は、現在 49%、信頼度は 48% です。トランプ氏が2017年1月にホワイトハウスに入って以来、これは野党よりも有権者の支持を獲得したのは初めてです。特に、COVID-19 の流行に関連して、調査参加者の最大 51% がパンデミックを撃退するための戦いにおいてトランプ大統領を支持した。これらの前向きな指標はトランプ氏が COVID-19 パンデミックに関連する問題について毎日記者会見を行い、州知事と協力したこともあり、トランプのためのものです。批評家は危機に対して十分に迅速に対応しなかったと批評家が言ったにもかかわらず、供給と支援を地方に送るため。一方、ロシアでは流行の状況はそれほど複雑ではありませんが、ロシア人はプーチン大統領のテレビでの発表に対して彼らが受け取った現実に反対しています。政府は無利子融資や減税などの支援策を発表しているが不十分だとされている。パリやベルリンと同等の予算を持つロシア最大の都市であるモスクワは、新しい患者のベッドと最新の医療機器に数百万ドルをブロックし、広範囲に及ぶテストを行い、投資することで流行を抑えることができました。ただし、残りの地域では生活水準が低く、
向かう府ケースが過負荷になるリスクに直面しています。ロシア全土の医師たちは、ここ数週間、基本的な防護具が不足していることを訴え、助けを求めてきました。モスクワの東約 1100km にある、ウファ市の数十人の医療従事者が、COVID-19 の発生を隠蔽するために、病院を調査するよう幹部に呼びかけるビデオを撮影しました。ロシアの COVID-19 感染は増加し続けていますが、保健当局は流行がまだピークに達していないと警告しています。ロシアのフットボール選手エフゲニー・フロロフ氏は、最近のインタビューで大統領がテレビで言ったことは決まり文句でした。家にいるように頼まれましたが、政府からの助けはありませんでした。ロシアが国境を閉鎖し、それを封鎖したとき、その人々は、政府が市民への支払いと年金を支援した他のヨーロッパ諸国に目を向けました。しかし、ロシア当局はそうしなかった。ヨーロッパのいくつかの国々は徐々に規制から離れ始めましたが、ロシアは地域での新しい COVID-19 感染の毎日の最高記録となりました。5月3日のロシアの報告によると、過去24時間で新たに COVID-19 感染が1万600件を超えました。これは毎日増加し、全国の症例数は13万4000人に達しました。4月28日、ロシアのプーチン大統領は、ロシアは流行を鈍化させたが、状況は依然として困難であり、まだピークには達していないと語った。また、メンテナンスの注文を5月12日まで延長しました。レバダ公共投票センターの副局長であるデニス・ボルコフ氏は、ロシアがどのように行動し、封鎖を解除するのにどのくらいの時間がかかるか、回復の速さは人々の主要な指標になると語った。プーチン大統領の信頼を持つロシア市民。モスクワの政治アナリスト、マーシャ・リップマン氏は、経済危機と流行の悪影響が最も緊急の懸念であるため、ロシアの人々はもはや憲法の改正について、あまり気にしていないようだと述べた。今。